アイシールド21は原作稲垣理一郎作画村田祐介による日本の少年漫画作品またそれを原作としたテレビアニメ週刊少年ジャンプにて連載された全333話アメリカンフットボールをテーマとしている話数カウントはスダウン2020年12月時点で累計発行部数は2000万部を突破している 稲垣が投稿した同タイトルの読み切りが第7回ストーリーキングのネーム部門で大賞受賞。村田が作画を担当した読み切り前後編を本紙掲載。2002年7月23日発売の週刊少年ジャンプ34号から週刊連載となり2009年29号の最終話まで一度も救済がなかった。また、これを原作とした。 テレビアニメが2005年4月から2008年3月までテレビ東京系列で長期放映された。私立デーモン高等学校に通う器用な高校生、小早川瀬名は入学早々ひょんなことからデーモン高校アメフト部デーモンデビルバッツに趣務として入ることになった。その帰り道、彼をパシリにしていた不良たちに絡まれ、 逃れるために、デーモン駅まで爆走して駆け込み乗車をした。それを目撃したアメフト部市小昼間に翌日、強制的に選手にされ、唯一の取り柄である瞬足で、選手登6名、アイシールド21として入る大会を戦うことになる。初戦はスケットを多数借りながら、なんとか勝ったものの、次の試合には、強豪、王城ホワイトナイツに敗れてしまう。しかしセナは、 最強のラインバッカーである進スむスに、心の底から勝ちたいと思い始める。元野球部のモンタを加えて、俗学カメレオンズに対象し、さらに新メンバー雪光、小結、ハーハー三兄弟も加わって、太陽スフィンクスと引き分けるが、NASA エイリアンズに赤敗。その後、アメリカに連れてこられたデビルバッツメンバーは、そこで、全身、魔王デビルバッツ時代のトレーナードブロックと会い、 強化プログラム、死の後軍で特訓を行う。途中、滝兄弟と知り合いながらも脱落者例で完走周期東京大会を勝ち上がり、そして全国大会決勝出場を仲間たちと共に目指していく。アイシールド21は原作の稲垣李一郎と作画の村田祐介の二人で作っている。そのため原作、作画共に担当する漫画家とは、 作成方法が異なる。担当編集者との打ち合わせを行い、その時にメモを取る。自宅に帰り、メモを見ながら、パソコンで大体の流れを書いたプロットを作成。プロットを見ながら、セリフとトと楽器を入れた文字のみのシナリオを作成。シナリオの時点で、漫画になる時のページ配分も決めておく。アメフトというスポーツのため、ワンプレイごとのフォーメーション図も同時に作成して、 キャラクターのいる場所を把握できるようにしておく。シナリオを参考に、ネームをノートに描く。セリフ、擬音、キャラクターのポーズ、人物一人数とまで書き込み。アメフトをあまり知らない、作画の村田に正確に伝えるために、詳しく書き込まれている。一週間のありふりは、打ち合わせ1日、プロット作成1日、シナリオ作成1日、ネーム作成3日。 村田のネームチェックが1日となっている。村田は稲垣からネームを受け取ると、それを参考に正式なネームを作成する。そのネームを稲垣に送り、ルールに矛盾がないかなどをチェックしてもらう。原稿が返ってくると、それを元にペン入れを行い完成させる。稲垣と村田は本作の連載開始に際し、リアルント、ファンタジーントで行こうと決めた。 稲垣によると、ボールがゴールを突き破る描写は、リアル30%、ファンタジー70%とのことなので、本作はそれより演出を若干抑えている。アメフトの基本動作である、クロスオーバーステップは、セナが使うと、デビルバッドゴーストとなって分身したように見える。他にもアイシールドは、高校アメフトでは禁止で、セナは、視覚障害と嘘をつくことで、 例外的に認められていたはずが、後に赤羽もアイシールドをつけて参加していた。連載開始1年前の2001年から稲垣、村田、初代担当編集者の浅田起点で、高校、大学のアメリカンフットボール部に念入りな取材を行い、臨場感を出した漫画を作ろうと努力した。週刊少年ジャンプ2002年14号15号に、全後編で掲載。 アイシールド21公式データブック収録。主要キャラクターはセナ、ヒルマ、クリタの3名。ヒルマによって走りを見出されたセナが無理やりアメフトの試合に参加させられるという大まかなストーリーは連載版と同様だがキャラクターの容姿や性格などは若干異なる。2005年4月6日から2008年3月19日までテレビ。 東京系列と岐阜放送にて毎週水曜日19時 -19、26の枠で放送された。全145話、原作の関東大会準決勝、王城ホワイトナイツ戦までが描かれた。アニメ終了時点で原作では、クリスマスボール決勝戦が描かれていた。オープニングエンディング2005年2006年2007年2008年特筆のない場合は全てテレビ。 東京系列。他、BS ジャパンでも遅れて放送された。まず脚本上アニメでは、デーモンの対戦チームが悪役として描かれる傾向が強く、それに伴い原作とは違う性格になってしまっている、キャラが多い。また、上記の点もあり、原作とアニメで試合展開が大きく違う試合が多く、そのため、最終スコアも異なる試合が多い。原作は、 飲酒、喫煙、発砲と何でもありだが、放送時間がゴールデンタイムであるということもあり、飲酒、喫煙の表現は削除された。同様の理由から、俗学のバイク行為も全員ヘルメット着用になる。武蔵が軽トラを運転するシーンもアニメでは存在しない。セナの T シャツにガムテープで貼られている、シュムの文字が、シュムとひらがなになっている。昼間が携える。 脅迫手帳が悪魔手帳と改変されている。恋が浜戦時、原作では昼間が恋が浜メンバーの彼女の女子高生たちを桜葉との合コン圏でチアリーダーにさせたが、アニメではカットされている。デーモンや巨人のように恋が浜にも専属チアリーディングのチームがある。デビルバットダイブの前、昼間が言う、デビルバットが前だけ見るはユニフォーム細部が異なるため、 21番が前だけに変更。原作では技なのない技がアニメではある。また原作にはない技もある。三兄弟は原作では続学戦前まで登場しなかったが、アニメではセナのタウン支配達の鉄い同期などの時に登場している。武蔵の伏線は当初から盛り込まれていたが、アニメではナサ戦で中継を見ているのが最初で、 アメリカでドブロクが語る回想が大まかなセリフが最初とされ本格的な登場は40話くらいから武蔵のチームへの合流が西武戦からバンコ戦へ変更されているドブロクの借金を返すため全員でカジノに挑む話があるが実際に未成年はラスベガスでカジノには入れないためかカジノに参加したのもドブロクのみで昼間が何らかの方法を使いルーレットで大穴を 当てた。そのため原作とは違いカジノの話が短い。小結びのパワフル語は原作では不語ぐらいであったが、アニメでは片言で話す。桜葉の入院でセナが書いた手紙を読む際アイシールドの姿になっている。ロッカールーム建築による筋力トレーニングはなくなり、宙づりになった部屋が落下するに変更するが、基礎をやっていないという点で疑問が残る展開になる。 ナサ・エイリアンズの監督、アポロなどの設定が、人種差別などの問題があるために、スーパースターなしのチームを作る、パンサーはもともとはレギュラーだったが、祖母のために無茶なプレーをしたために、失敗という名目で降格されたという設定に変更されている。死の行軍での竜巻ネタは削除された。滝は漫画版では、デーモンの受験に来ていたが、 アニメでは、鈴音のデーモン高校内でのオリジナルストーリーが追加されたため、デーモンを受験していないことになっている。デーモン高校体育祭では、西部の面々は来ていない。代わりに解説者にマシンガン・サナダと熊袋記者が登場している。着ぐるみリレーも、セナのペアの陸がいないため、鈴音がペアになっている。また、赤組取得点数も、 原作とは違い圧倒的に離されてしまい、最終種目の騎馬戦によって逆転勝利を収めた。モ野戦では、十佐竹は登場せず、セナの遅刻理由も渋滞に巻き込まれたことに改変。デーモン VS 独派、昼間が途中まで参加していない。原作では無得点だった独派が点を入れている。デーモンの偵察に来た小判ザメの同行者が太平と大西に、 変更されている。巨神偵察時、漫画では瀬野の,のみ、巨神アメフト部に向かったが、アニメ版では変装したモンタが同行している。西部の海谷陸が準々決勝の江戸前フィッシャーズ、戦に参加。進むとも会話をしている。戦術の通り武蔵の復帰のタイミングが異なるため、西部戦、万古戦の試合展開にも大幅な変更が見られる。漫画では、 試合中盤に、武蔵が加入し巻き返しを図るが、アニメでは新作戦、爆破とデビルバットダイブや不良殺法などの今までに、覚えた技を駆使して反撃している。この際、セナとの勝負に熱くなりすぎた陸が一時ベンチに、下げられている。最後のオンサイドキックも、デーモンとセーブの点数が原作では42対44だったがアニメでは32対35と3点差の、ため、 デーモンがボールを獲得しても、試合時間残り1分でのタッチダウンを狙うしかない、という逆転は、ほぼ不可能な状況になっている。そうじて漫画では、最初から武蔵が加入していれば勝てていたかもしれない、接戦だったが、アニメでは、実質、陸を途中温存した上での西部の勝利で終わっている。試合後の審判に食ってかかるモンタを鉄馬が止める際、 漫画では膝かっくんだったがアニメでは胸ぐらを掴んで投げ飛ばしている。番子戦もアニメは原作の番子戦に西武戦の武蔵の合流シーンとオリジナル展開を合わせたものになっている。その際、武蔵が軽トラで乗り付けるシーンも原作では武蔵が自身で運転してきたが玉八の運転で助手席から登場している。 スパイダーウェブ攻略のためのセナと昼間のコンビランがない。活躍を焦る滝が、ジューサタケと交代、落ち込んで、ロッカーにこもるシーンがある。ラストプレーの際セナと赤羽の対決で、赤羽のアイシールドに、ヒビが入る。試合の点数が原作では24対23だが、アニメでは37対36になっている。番戸戦以後、 セナのアイシールドが原作では赤羽にもらった青色のものになっているが、アニメでは赤羽からもらってはいるが、緑色のまま。また、原作では、バンコ戦で、ミカド黒学園や、本物のアイシールド21の伏線が貼られているが、アニメではそういった伏線はなく、本物のアイシールド21に関しても追求せずに、終わっている。なお、原作ではこの試合の後に、 東京大会決勝戦が行われていたが、アニメではなぜか決勝戦が先に行われている。関東大会編児のデーモンメンバーの髪型が、アニメでは全く変わっていない。新竜寺 v s 巨神の練習試合で、アニメでは詳しく語られていなかった、新竜寺 v s 王城戦を桜場が語っている。また、原作の新竜寺 v s 王城戦の描写の一部が、 この練習試合に取り入れられている。関東大会時に組み込まれていた運水の回想は、大会前の別のアナザーストーリーで登場している。新龍寺戦後、半時、雪光を馬鹿にしに来ていた三宅と室が、アニメでは登場していない。アニメでは、新龍寺戦を前に、モンタと一級が、野球観戦で接触している。その際、本場選手の話で盛り上がり、モンタは、 友情の証として、本庄選手のグローブを一球に上げようとする。その他にも、原作とアニメとの相違点は大小を含めて、枚挙にいとまがない。2006年12月、バンプレストから子供向けのメダルゲームとして、アイシールド21狙え、逆転タッチダウンが発売された。最終333話は、タッチダウン。価格漫画、 ドクターストーンがヒット、読ませる戦略を原作者らに聞く。日経クロストレンド。https://xtrend. 日経 c o m a t c l c o n t e n t s 1 8 0 0 3 1 6 0 0 0 3ュ2 0 2 1年1月26日閲覧。週刊少年ジャンプ2008年44号。 漫画脳の,の鍛え方、稲垣理一郎編、ハット ABNFL ジャパンオフィシャルウェブサイト、カルチャー情報、漫画、ハット AB、週刊少年ジャンプ2007年49号、看末コメント AB、週刊少年ジャンプ2008年51号、看末コメント2006年9月27日までは19時27分、終了。アニメディア2007年1月号、 tv ステーションネットワークテレビ放送対象地域の出展アイシールド21狙え逆転タッチダウンアイシールド21-1修営者2021年3月24日閲覧アイシールド21-2修営者2021年3月24日閲覧アイシールド21-3修営者 2021年3月24日閲覧らん。アイシールド214。就営者。2021年3月24日閲覧らん。アイシールド215。収営者。2021年3月24日閲覧らん。アイシールド216。就営者。2021年3月24日閲覧らん。アイシールド217。就営者。 2021年3月24日閲覧らん。アイシールド218。修営者。2021年3月24日閲覧らん。アイシールド219。修営者。2021年3月24日閲覧らん。アイシールド2110。修営者。2021年3月24日閲覧らん。アイシールド2111。修営者。 2021年3月24日閲覧。らん。アイシールド2112。修営者。2021年3月24日閲覧。らん。アイシールド2113。修営者。2021年3月24日閲覧。らん。アイシールド2114。修営者。2021年3月24日閲覧。らん。アイシールド2115。修営者。 2021年3月24日へずらん。アイシールド2116。修営者。2021年3月24日へずらん。アイシールド2117。修営者。2021年3月24日へずらん。アイシールド2118。修営者。2021年3月24日へずらん。アイシールド2119。修営者。 2021年3月24日閲覧。アイシールド21-20。終え者。2021年3月24日閲覧。アイシールド21-21。修21え者。2021年3月24日閲覧。アイシールド21-22。終え者。2021年3月24日閲覧。アイシールド21-23。 修営者、2021年3月24日閲覧。アイシールド21-24。修営者、2021年3月24日閲覧。アイシールド21-25。修営者、2021年3月24日閲覧。アイシールド21-26。修営者、2021年3月24日閲覧。 アイシールド21-27英社者2021年3月24日閲覧アイシールド21-28英社者2021年3月24日閲覧アイシールド21-29英社者2021年3月24日閲覧アイシールド2130集英者 2021年3月24日へ覧、らアイシールド2131。修営者。2021年3月24日へ覧、らアイシールド2132。修営者。2021年3月24日へ覧、らアイシールド2133。修営者。2021年3月24日へ覧、らアイシールド2134。 集英社、2021年3月24日閲覧らアイシールド2135。集英社、2021年3月24日閲覧らアイシールド2136。集英社、2021年3月24日閲覧らアイシールド2137。集英社、2021年3月24日閲覧 ありがとうございます。